ウミガメが悠然と泳いでいる。2匹で何をしているのだろう。いきなり現れたハンマーヘッドシャークの群れ。見たこともないカワハギの仲間。歩く魚？この魚も見たことがない。日本からはるか東にある海、いくつものクルーズ船が集まる海、世界中のダイバーの憧れの海、ガラパゴス諸島。メインの島々からさらに北上した無人島、ウォルフ島。今回の舞台は世界遺産の島ガラパゴス諸島。概要にある無人島ウォルフ島の海を楽しんでください。地球の約7割を占める水の世界。地上と違うもう一つの世界。不思議な地形。ロマンあふれる美しい光景。魅惑の水中洞窟。数々の水中生物。そんな世界を案内するのは水中探検家広部俊明。毎回世界の水の中を共に旅をします。今回のウォーターワールドも南米エクアドルのガラパゴス諸島、その北にある無人島ウォルフ島。ハンマーヘッドシャークの群れに興奮。次々と現れる光景にワクワクしてきます。さあ、魅惑の世界の扉を開きましょう。旅は成田から始まります。成田から飛行機でまずはアメリカのヒューストンに飛びました。日付変更線を越えて夜は来るのですが、その日のうちにヒューストンへ。飛行機を乗り換えて向かうのはエクアドルの首都キト。そこで一泊して次の日、キト空港からガラパゴス諸島行きの飛行機に乗り込みます。見えてきたのは世界遺産の島ガラパゴス。サンクリストバル島の空港に到着。サボテンが生える空港ですね。港に向かい、迎えのボートに乗り込みます。港のそばにはアシカやウミイグアナが。停泊している船の上にもアシカが休んでますね。今回のダイビングクルーズはこの船ガラパゴスアグレッサー。落ち着ける室内もいいですね。スタッフに説明を受け、早速最初のダイビング。初日はチェックダイビングだけでしたが、珍しいフグやアシカたちと出会い大興奮。ガラパゴス最初の夕日を楽しんで、次の日は早朝、軍艦鳥を早速見れ、
数々のクルーズ船の横を通り過ぎ、ダイビングです。3つのポイントへ。またまた日本で見られない魚たちのオンパレードでした。また陸上ではイグアナやグンカンドリなどの貴重なシーンも満喫しました。広部俊明、これからクルーズ船にてダーウィン&ウルフ島に向かいたいと思います。どんな物語があるんでしょうか。楽しみです。それではメインアイランドから離れ、船は北上していきます。赤道を越えて北半球へ一晩かけてウォルフ島に向かいます。翌朝、ウォルフ島に到着。この島は切り立った崖が周囲を囲み、人類の進出を拒んだ無人島です。そこは鳥たちの楽園になっています。海の中はどのようになっているのでしょうか。早速ブリーフィングを済ませ、準備を始めましょう。それでは早速ウォルフ島の海に潜ってみたいと思います。ガラパゴス本島からだいぶ離れて赤道を越えたところにある無人島、どんな海が広がってるか楽しみですね。それでは早速エントリー。ウォルフ島1本目のダイビング。潮の流れがきついね。魚の数は本当に多い。ヘラヤガラもいるね。これは見たことない魚だね。ヒゲダイの仲間かな。こちらはカスミアジだね。太陽をバックに美しい光景だね。大群で現れたのは日本にはいないハタの仲間、パシフィッククレオレフィッシュ。その先にハンマーヘッドシャークが泳いでいるね。マダラトビエイがゆっくりと現れた。その場でゆっくり泳いでいる。水底にはイエローテールサージョンフィッシュ、ガラパゴスの定番だね。すごい数だ。ガラパゴス青ウミガメがゆっくりと泳いできた。やっぱりこちらをあんまり怖がらない。後ろについてゆっくり泳いでみよう。このウォルフとガラパゴスアオウミガメとたくさん出会うことができた。岩の形も面白いね。先へ進もう。ブルー&ゴールドスナッパー、フエダイの仲間。もちろん日本にはいない種類だね。メキシカンゴートフィッシュ、日本で見る赤姫路によく似てるね。その先にはキングエンジェルフィッシュが泳いでいる。
大好きな魚。ガラパゴスを泳いでいるとキングエンジェルフィッシュによく出会うね。笛吹き鯛の仲間が泳いでいるね。パシフィッククレオレフィッシュが群れている。そしていきなりハンマーヘッドシャークが現れた。次々とハンマーヘッドシャーク現れるね。透明度はあまり良くないんだけど、すぐ近くまで泳いできてくれる。こちらはメキシカンフォグフィッシュ。やっぱり日本にいないベラの仲間だね。なんかこちらを警戒してるのかな。この魚を見ていたらいきなりガラパゴスシャークがそばを通り過ぎた。メジロザメの仲間だね。見たかったサメだ。ガラパゴスシャークを見ていたらまたハンマーヘッドシャークが群れで現れた。すごく近くまで寄ってきてくれた。本当に面白い形をしているサメだよね。トンカチの形をしている頭だからハンマーヘッドシャーク。どうしてこういう形に生まれたんだろうね。ウォルフ島すごい海だね。楽しいダイビングだった。このウォルフ島、側面は崖で上部は平たくなっている特殊な形をしています。陸上の天敵もいないので、鳥たちには格好の住処になっているんですね。海の中も先ほどの場所と反対側は違う風景が広がっているそうです。何やらこのエリアでしか見られない珍しい魚もいるとか。楽しみですね。それではウォルフ島の裏側に潜ってみましょう。表側と違った光景が広がってる、そんな海をゆっくり楽しんでください。それではウォルフ島裏側に潜ってみよう。水深30メートルに砂地が広がっている。よく見るとガラパゴスガーデンイルがたくさん住んでるね。これはこれですごい光景だね。ひょこっと顔出してるのがかわいいね。さて砂地を見てみるとよくわからない魚がたくさん。なんだろうねこれは。こちらはロウソクエビの仲間かな。いろんな生物がいるね。さていました、ガラパゴスバットフィッシュ。こ
今回のダイビングでどうしても見たかった歩く魚。面白い格好しているね。ヒレが足みたいになっている。どの魚にも似ていない。どうしてこんな姿に生まれたんだろうね。まあ、強いて似てるといえば赤靴や海天狗あたりなんだろうね。どっちが胸びれなんだろうね。本当に面白い姿をしている。水深30メートルなので長い時間は観察してられない。浅場に移動。バンプヘッドダムゼルフィッシュ、スズメダイの仲間で大型の種類だね。イエローテールサージョンフィッシュも泳いでいるね。このウォルフ島の裏側、また表側とは違った環境、本当に面白い場所。ゆっくり楽しむことができた。このアグレッサー号、今は台も変わりさらに豪華になっているのですが、この船も当時はガラパゴスでも快適装備を備える船でした。トップデッキには癒しの空間が広がり、冷えた体には温かいジャグジーが。バストイレ付きの部屋も快適。食事も基本は船内のレストランで、時にはトップデッキでバーベキュー。ゲストを楽しませるような工夫は素晴らしいですね。このアグレッサーに乗るにはダイビングに精通している旅行会社クラブアズールにお問い合わせください。それではウォルフ島、もう一回潜ってみましょう。それではウォルフ島もう一本潜ってみましょう。またハンマーヘッドシャークに出会えるんでしょうか。楽しみですね。それでは行ってみましょう。さあ、ウォルフ島2本目のダイビングスタート。パシフィッククレオレフィッシュが群れてるね。バーバーフィッシュが餌を取っている。ゆっくり進んでいこう。魚影は相変わらず濃いね。笛吹き鯛の仲間が群れてるね。名前はちょっとわからないんだけどね。お約束のキングエンジェルフィッシュ、至る所にいる。こちらは日本では見れないファインスケールトリガーフィッシュ。ゴマモンガラに近い種類だろうね。きっと気性も荒いんだろうね。イエローテールサージョンフィッシュ、そしてパシフィッククレオレフィッシュが群れている。こちらはヤガラの仲間。ハンマーヘッドかなと思ったら、こちらはシルキーシャーク。メジロザメの仲間だね。これも見たかったサメ。カスミアジが魚を狙ってやってきた。
イエローテールサージョンフィッシュが群れになっている。日本にいないオレンジサイドトリガーフィッシュ。ガラパゴスアオウミガメがやっぱりいたね。何か食べてんのかな。ずっとこっちに寄ってくるんだよね。ライバーを怖がらないからずっとこっちに寄ってくる。2匹でなんか求愛行動をしているのかな。異心に出会えた。なんか愛を語ってるみたいな感じもするね。寄り添ってるね。2匹の亀に見とれながら潮の流れに身を任せて進もう。すると現れたのはガラパゴスシャーク。臆病なのかな。目が合った途端逃げていってしまった。下を見るとジャイアントホークフィッシュ。日本にはいない大型のゴンベの仲間だね。ウツボもいた。毒ウツボに似てるけどまた違う種類なんだろうね。潮の流れに身を任せて進もう。岩陰に目をやるといたのはヘビギンポの仲間。綺麗な色をしてるね。上を見上げるとペリカンバラクーダの大群。日本では見られないカマスの仲間だね。すごい大群。これも見たかった魚。その先をハンマーヘッドシャークがゆっくりと泳いでいってるね。奥にはハンマーヘッドシャークの大群が。すごいシーンだね。ペリカンバラクーダの大群を見ていたらハンマーヘッドシャークの大群。なんて贅沢な海なんだろうね。楽しかった。もう一つの世界、ウォーターワールド。本当に水の中っていいですね。ウォルフ島の海いかがでしたでしょうか。絶海の孤島にある無人島、楽しかったですね。それでは次回のウォーターワールドお楽しみ。